はいどうも、ビーモレルです。昨日ですね、昨日の話なんですけど、オリックスバファローズが、ソフトバンクホークスに、負けたことによって、2019年今シーズンのクライマックスシリーズ進出が完全に、消滅しました。はい、お疲れ様です。まあ、正直ね、まあ、9月初めの9連敗もうこれやってもだいぶね、気持ち的に選手もね、ファンも気持ち的にちょっとプツンと切れてしまったのかなっていうのはあると思うんですけど、まあ可能性も一応昨日で完全消滅ということで、はい。またシーズン始まるの早いやん。もう9月の終わりでもうシーズンも終わりね、もうこっからもう暇なシーズンを過ごすんですよね。10月もう他球団が CS でもうなんか盛り上がってる中で、それを横目で見ながら羨ましそうにね、野球見るんですよ。楽しいけど複雑ですよ、これは。動画でこのクライマックス日本シリーズにね、どう触れていこうかっていうのは、まあ今考えて、まあだいぶ自分の中では固まってきてるんで、まあこれはね、今後のお楽しみということなんですけど、でそれはでもあくまで苦肉の策であってね、まあ不本意なんで、それをするのは。一番はやっぱそのクライマックスにオリックスが進出して、でね、この短期決戦の絶対負けられない戦いっていうのをね、皆さんと一喜一憂するっていうのがやっぱ一番楽しいと思うんで、もう絶対楽しいよ、これ。それを俺は、したかった。このせっかく YouTube をやってるんやから。今シーズン、まあ、いつもよりは長いこと、このシーズン、クライマックス争いっていうのを楽しめたんかなっていうのは思いますけどね。やっぱり最後は、ね、まあ、いつものオリックスやったかという感じですね。結局、借金14ですからね。まあ今シーズンのあのテンションのピークで言うたら、本当にもう開幕戦でね、あの山岡選手がもう7回ぐらいまでいいピッチングして、で、ルーキーの頓宮選手が初打席で2点タイムリーヒットを打ったとこ、もうあそこですね。もうあそこがもう今シーズン一番もうなんかテンション高かった、もう楽しかったですね。まあ、もちろんその試合のね、もう終了後にはもうまだどん底のテンションに落とされてるわけですけども、もうホームランはないやろっつってね。まあそこからオリックスはまたね、もう低空飛行で、まあね、8月ぐらいに調子取り戻して、あの最後11連戦始まって最初の2戦ね、ロッテに連勝したところ、あそこもまあね、ピークでしたね。いやマジでこれシーズンいけるんちゃうかっていうね、って思いましたけど、まあ結局その後にまあ例の9連敗があり、まあジエンドと。まあでもね、もう本当にこれね、もう毎年ですよね、毎年。基本毎年楽しいのもう開幕直前やん。毎年楽しいの3月やん。もうシーズン始まったらもうそっからもう低空飛行でもうね、惰性で野球を見るような感じじゃないですか。だってね、本当にね、勝負弱い。毎年毎年勝負弱い、マジで。もう大事なとこ、ここってとこでもう絶対勝てないんですよね、オリックス昔から。まあ遡れば、まあ、2010年なんかもね、 CS 争いで最後負けてますし、まあ2011年もね、1毛差でね、 CS を逃してるわけで、1個でも勝ってればってところでね、逃して、14年なんかはね、まあ一応 CS にはいけたんですけど、まあ最後ね、まあホークスと首位の譲り合いをして、で結局負けると。で CS もファーストステージで負けると。オリックスだけらしいですよ、この CS 十数年の歴史で CS ファイナルに行ってないのは。でまあ、15、16はまあ論外として、17年もね、4月もう絶好調で、マジで今年優勝あるんちゃうかってところで、まあ、5月、まあ、どん底に落とされる。17年もね、まあ、オールスター系こっからやってところで、まあ、あの誤審もあり、そっから勢いを失ってしまうと。なんですかね、この昔からのこの風潮というのは。ねえ、そういう雰囲気がなんか染みついてしまってるのか、まあ、そういうこと考えたくないですけど、言いたくもないですけど、こんなことが毎年ありながらもうずっとオリックスをやっぱ応援してるんですよ。これはね、もうド M 以外何者でもないですよ、僕。もうド M や。負けても負けても負けても結局オリックスを応援してるんですよ。オリックスがもう調子どん底のところで楽天の応援歌歌いに行って、楽天の応援歌最高やなっつっても、楽天の応援席楽しいんだとも、結局翌日はまたオリックスを応援してるんですよ。ファンってやっぱそういうもんですよ。でも別に負けることに快感を感じてるわけではないですからね。負けることに快感感じたら、それはね、またちょっと動画とも思うんですけど、まあでもずっと僕たちはもうね、そのオリックスの歓喜の時でも信じて応援し続けてるわけですよ。ねえ、もう学生の間は絶対にオリックスどっかで優勝するやんと思って、結局まだ優勝できてないですよ。もう待つのは疲れた、マジで。もうね、来年、2020年、もう本気でもう CS とかいらないですよ。もう優勝ですよ、優勝。ね、もう僕、来年はね、本当にね、もう優勝以外ありえないと思ってますから、もう本当に、もう再来年とかじゃない、もう育成3年とか言うてる場合じゃないですよ、本当に。もう来年ですよ。僕はもうそれだけ、もう来年にかける思いっていうのは、まあ、強いですね。本当にもう、ぜひ来年、優勝してもらいたい。優勝したらダメなんですよ、来年。これは。
まあ、オリックスもね、今シーズン若い力っていうのはだいぶ出てきたんでね、まあ、そういう選手たちが、まあ、この秋のキャンプ、そして来年の春のキャンプでしっかりとね、順調に育ってもらって、来シーズンさらなるね、活躍をすれば、僕は全然優勝あると思います、来年。マジで優勝しましょう。もう西武もソフトバンクも強いですけどね、もうそんな目じゃないよ。うん、優勝しよう、マジで。最後にまあ、今シーズンね、まあ、例年よりは長いこと、もうこの順位争いというのを楽しませてもらって、まあ、本当にはオリックスにまあ、感謝してます。はい。まあね、まだシーズン終わっているわけではないんでね、まあこのね、残り数試合で、まあ来シーズン優勝するために、それにつながるような戦いをしていってほしいものですね。はい、頑張ってください、オリックス。それでは、ビーモリでした。